イスラエル博物館所蔵の卵に書かれたベレシート、すなわち創世紀、第一章創世紀一章一節とは、創世紀の最初の章の最初の節のことであり、天地創造の冒頭部分である。ヘブライ語写本では以下の通りである。この節は少なくとも以下の三通りのわけが考えられる。宇宙が完全無欠に始まったとする生命文化味が、 想像を開始された時の世界の状態を描写する生命文二番目と類似しているが二節全体を背景と捉え主要な主張は三節にあるとするもの。西暦二世紀までに一番目のわけが優勢となり、神が無の状態から宇宙を創造されたという概念が発展する上で重要なものとなった。しかし、現代の学者たちは二番目のわけが原文の意味により、 近いいと考えている神がなから、この世界を創造されたという概念は今日、イスラム教、キリスト教、ユダヤ教において支配的であるが、この概念は、創世記内史は、ヘブライ語聖書全体の中には、直接的には乱すことができないものである。創世記一章は、紀元前400から500年頃に書かれたが、その著者たちは、ものの起源ではなく、宿命の修正に関心があった。 これは、西暦二世紀でも同じ状況であったが、原始キリスト教の学者たちは、この世を形成する概念と神の全能性との間で、葛藤を感じ始めていた。三世紀初頭までに、この葛藤は解消され、この世を形成する概念を克服し、エクスニヒロ広の創造が、キリスト教神学の基本信条となった。マソラ本文では、この節は、以下の通りである。創世紀一章一。 二節は少なくとも以下の三通りの訳が考えられる。宇宙が完全無欠に始まったとする生命文神が創造を開始された時の世界の状態を描写する生命文創世紀一章二節全体を背景情報と捉えるもの最初の語はベレシート内誌はベレーシートである。その要素は以下の通りである。完成した語は時義的にはの頭にお意味しており、交互表 同じ公文はヘブライ語聖書のどこにでもあるが、通常は王の統治の始まりを扱っている。二番目の語はヘブライ語の動詞バーラーである。この語は男性系であり男性を暗示している。この動詞の得意な点はその仕語として常に神を用いていることである。これは唯一神だけがバーラーことができるという意味である。つまりこの語は 創世紀一章の神の創造を表現する固有の動詞である。バーラーは創世紀に称三予説でも使われている。この意味は現代の意味の創造することではなく区別、分離するないし役割をありふることである。エロヒームはイスラエルの神か他の国々の神かに関わりなく神を表す一般的な語である。この語は創世期一章を通じて用いられており、 創世紀二章で取り入れられている、エロヒームはイチェ・リッチすなわち、神はイチェ・リッチと明暗を有している。絵とは、動詞の目的語の前に用いられている分詞である。この場合、天と地が創造されたものであることを意味する。シャマイイムとアレツの前についている、ハという語は定冠詞で、英語の、ザに相当する。シャマイムは、複数形のイイムで終わっており、この語が、 単数型ではなく複数形の点。英語ではヘブンズであることを意味している。ありがとうございます。